どうも、月刊チューズデー編集長のやすです。ジョボー。はい、月中ファーム園芸バージョン始めていきたいと思います。はい、今回はまたちょっと観葉植物やっていきたいと思うんですけど、まあ、前回ね、初心者におすすめ育てやすい観葉植物5選ということでやったんですが、今回はもっと具体的にやっていきたいと思います。ほほ、まあ、なんでかっていうと、最近僕植物好きなんで、結構植物の話いろんなところでするんですよ。まあ、友達に話したりとかね。そうするとなんか育ててみたいなって声がこうチラチラで、まあ、今回友達にここ部屋のここの場所に置きたいんだけど、まあでも植物今まで育てたことないし、枯らすのが怖いとか、あとなんか虫が出るのが苦手、水やりとかよくわかんないし、なんかお世話が大変なのはそんなに時間がないみたいな、注文多いな注文多い。いやでもやっぱみんなそういうこと抱えてんだなと、うんうん、でやっぱせっかく育てるような枯らしたくはないんだろうな、まあ、だからそれでなんかおすすめない、なんかむしろ作ってって言われたんだよね。仕立ててほしいと。そう、もうなんかもう最終的に置くだけでいいみたいなコーディネーターじゃん。そうでもなんか面白いなと思って、うん、その意見って、うん、なんか僕もちょっとそういうね、原点に戻って、ここにこういう植物を置いてもらったらいいなっていうところ、この知ってるね側の目線と、うん、この植物だったら育てやすくてお世話も簡単で、こう日々の成長もこう楽しめる、なんかそんな植物選べたらなと思って、今回ちょっとそれをねこう選んできたんで、まあ、なぜそれを選んだかとか、植え替えとかもね全部含めて、今後の管理も含めて一通りやっていきたいと思います。はい、それではいきましょう。月中、まずあの部屋の写真がねこんな感じです。去年、最近なんでね、一軒家建てて、でなんかこうカウンターのところとテレビボードのところに、まあ、どっちかに置きたいなみたいな感じだったんですけど、で結構いろいろね園芸店行ったり見てたんですけど、まあ、その子女の子なんで、はいはい、女の子も好きそうな、なんか言われたのがアガベは嫌だって言われたんですよ不法だね、それだけは最初に言われました。アガベは、いや、アガベ以外でお願いしますってで、ちょっと選んできたのがね、今回こちらです。ピカス・ティケネ・ルビーっていうのかな、これは。ルビー、ちょっとね、符が入ってるんだけど、ちょっとなんかこのライトがあれだけど、赤い赤い、そう、ちょっとピンクっぽい符がね入る感じなんですよ。かわいいっしょ。かわいい。で、なんか鉢とかは、まあ、白い鉢がいいかなと思って、 あんまりこう、はいね、主張が強い鉢よりも置きやすい鉢の方がいいかなと思って、ちょっとここでジョボさんに相談です。何育てやすさを重視でいくか、うん、やっぱこうインテリア性を求めていくか、どっちがいいと思う？育てやすさ。育てやすさ、やっぱそうだよね。もうこれ買った時これなんですよ。まず底面給水式の、ここに水が入って、はい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 、ここに水を中に入れて、こいつが吸ってくれて水がこう入るってタイプ、はい、育てやすそう。でも底面給水はちょっとまだ最初はやめといた方がいいと思ってるんですよね、うん、まあ、なんでかっていうと、結構この下の水を交換しないで腐らせやすかったりとか、はいはい、常に水がやっぱ回ってる状態になっちゃうんで、株の変化もこう判断しづらい。だからこれはないなと、このままじゃ、はいはいはい、で僕もよく動画で言ってるんですけど、買ったらやっぱ植え替えた方がいいんだよね、うん、これ買った時の状態そのままなんですけど、このままもうねこうやって置いて水やりして管理するだと、やっぱりねどっかで不調が出てくるんですよ。土を変えて育てやすいようにするっていうのが育てる上で大切にしてることなんですけど、こういう、まあ、陶器っていうかね、こういうちょっとおしゃれな鉢だと、うん、やっぱ底穴がこれとか特にそんなにないんですよ。だからやっぱり水はけ悪いし、意外と難しいんだよね、うん、そうなるとやっぱこうプラ鉢の方、これプラ鉢、これセラアートってやつね、うん、よく僕もアガベとかでも使ったりしてるんですけど、こうやって結構ね下にスリットがこう入ってて水はけ良くなってたりとか、まあ、この鉢以外にも陶器の鉢とかだと通気性があったりして管理が難しいっていうのがあって、どっちに植えてあげようかなって、もう今まだ悩んでるんですよ。なるほどね。いやそれ迷うわ。やっぱこれだとそんなおしゃれじゃないじゃないですか。おしゃれ度は確かにね。このパターンも考えたんだよね、うん、こう鉢カバーにこう入れてもらうとか、はいはいはい、だけど鉢カバーって意外と選ぶの大変なんだよ、うん、知ってないといけない、まずこの種類とかを、うん、例えばねこれとか鉢カバーで管理してるんだけど、中は普通にこのスリット鉢使ってて、これにちょっとごめんね、なんかちょっと土が入ってきたないけど、こういうことだよね、うん、でこう鉢カバーで管理、こういう感じ。でもこれ見て分かるように、これ可愛いなと思ってこれ買ってもこうできないじゃないですか、うん、そのお店では、うん、だからやってみたらちょっとはみ出てるみたいな。そうだね、気持ち悪いんですよ。気持ち悪い、それ気持ち悪い。インテリアとしてだったら俺はこっちをやっぱ進めたいけど、枯らしちゃった時に次やめとこってなっちゃうんだったらこっちの方がいいかなと思う。
でも嬉しさ半減かな、こうなっちゃうと。分からない可能性もあるけど、ね、そう、これを見せなければいいんじゃん。これを見せなければこの動画を見て初めて知るみたいなね。ほんとこっちもあったんだ。でもそしたらさ、こっちちょうだいよって言ってくるかもしれないじゃん。まあ、あとはもらい手の友達がどういう感情かだよね。どういや、だからそのもうおしゃれとして置きたいのか、育てるために置きたいのか、うん、どっちなんだろうね。これをさ、これに植えてさ、2ヶ月で枯らすのと、これが5年ぐらいこっちに植えて持ってくれるんだったら、2ヶ月で枯れちゃったら、そもそもこのインテリアとして成立しちゃうもんね。まあ極端すぎるけどな。残ってくれた方がインテリア。それはちょっと生存確率高い方がインテリアとしてプレゼントするんだったらありなんじゃないの。なんかさっきのちょっとさ、注文の多さからしてさ、うん、こういうのなんか細かく言われるのも嫌そうな性格してそう。わかんないけどね、俺お会いしたことない、わかんないけど、もうめんどくさいってなって、そう、めんどくさいってなって腐らせちゃいそうだから、うん、こっち深いんじゃないかなって思う。こっちにしよう。ちょっとぜひあの視聴者の方、これもう僕らこの動画このまま進めますけど、どっちがいいか教えてください、あのコメントで。女性目線欲しいよね。どっちが良かったか、女性目線欲しい、マジで知りたい。やっぱこれでやっぱ純粋に植物を楽しんでもらおう。で、愛着を出してもらって、やっぱ要するに鉢なんてさ、服を変える衣装チェンジみたいなもんじゃん、コーディネートみたいなもんだから。いずれもっといけるかもって思ったら、こういうのにね、自分で選んでさ、チャレンジしてもらったらいいかもね。ちょっと場所を移して植え替えとかもやっていきたいと思います。はい、月中。はい、じゃあまず道具を準備しました。まあ、さっきのね、まあ、植物と鉢、まあ、それ以外に土ですね。まあ、これ僕いつも自分が使ってる用土なんであれなんですけど、まあ、これじゃなくても、まだねやったことない人とかはコロトリーフさんの観葉多肉の土使ってもらえれば大丈夫ですので、まずこの土です。であと鉢底に、まあ、ちょっとねここ穴開いてるじゃないですか。でこの粒だと結構下から出てきちゃうんで、下に鉢底石って言って、これ軽石の中粒ぐらいのやつ、これを入れると下から土が落ちてこないんで、これを下に少し1センチぐらい入れます。でそれ以外にも肥料ですね、まあ、ガンプ、まあ、これを中に入れとくと、まあ、ゆっくり肥料分が効いてくるんで、後で肥料をあげるのがね大変にならなくて済むんで、もうこれは入れとけば水やりしとけば大丈夫。プラスこのオルトラン、これはまあ防虫剤です。まあ、虫が出ないようにとか、虫がつきづらくするためのものなんで、まあ、一応こういうのもあった方がいいかなと思います。であとはこうふるいとかこう入れるやつ、でもこれは正直あってもなくてもいいし、紙コップとかでも全然大丈夫なんで。はい、ではやっていきましょう。でまず出します。で出すときはこの、まあ、今土取るんですけど、買ってすぐとかじゃなくて、ちょっとね土を乾かしてからの方がいいです。なんでかというと、濡れたまんまだと土取りづらいっていうのもあるんで。はい、こんな感じで出します。で最初多分これが一番大変かな、作業的には。土をほぐして取ります。でこの時にできるだけ根が傷つかないように、まあ、でもどうしても切れちゃうんで、まあ、優しく土を取ったほぐしてあげれば大丈夫です。ほぐすのが大変なのってこういう土の時だけだもんね。こういう土の時だけ。でも大体買うとね、こういう土だよね。いわゆる一般的な土、有機質の土なんですよね。で僕が自宅で管理してるのはこういう無機質の土。こっちの方がやっぱ虫は発生しづらいです。コバエとかやっぱね、植物育って虫が出たら嫌じゃないですか。嫌だね。しかも家の中に飾るってなったらなおさら嫌だよ。なおさら嫌だ。まあ、もちろんね出ないわけじゃないんですけど、なるべく少なくするっていう。この時に僕はまあ手でほぐしちゃってますけど、水で洗い流すとかも効果的ですね。これが一番億劫だよね、買った後にやる作業としてはね。でもやっぱこの道具がさ、一個もないっていう状態からこれをやらなきゃいけないってなったら、ね、やっぱかなり。まあ、僕はこんな感じに下に出しちゃってますけど、普通にあのビニール袋の中でやれば大丈夫なんで、そのままそのまままとめられる。まあ一応土はね、燃えるゴミでは捨てられないんで、自治体の捨て方に従ってもらった方がいいと思うんですけど、みんなどうしてんのかね、土ね。実際どうなんだろう、捨てる場所ないし。皆さんどう捨てるか教えてほしいよね。てか普通に捨てれるのかな、実際によってあるのかね。はい、下場は僕これちょっと取っちゃいます。フィカスはこうやって
白い樹液が出てくるんで、これ手で触らないように気をつけましょう。で、8で、これに軽石を、まあ、この底穴が見えなくなるぐらいでいいんで、そんぐらいかな。で、一旦植える感じをこう見ます。どのぐらい植えようかっていう。で、その部分まで最初土を、今回は僕はちょっとふるいにかけるんですけど、で、土入れてこんぐらい入れたら、肥料、これ一つまみぐらい、もうつまみぐらいかな。これ臭いな。うわ、これオルトラン、これほんと臭いんで、あんま入れすぎ注意ですよ。匂いも嗅いでくれって言ってほしいです。そう、でちょっと混ぜて、で、こいつをこの辺かな、で、土を入れて、でもあとはこのまま土を、この時に隙間1センチぐらい開けた方がいいです。なんでかっていうと、水やりする時にちょっと土が浮いてきちゃうんですよね。水やりしやすくするために指1本分ぐらいで、こうやってちょっとトントントンってやって土をなじませてあげてもいいし、こういう竹串でちょっとこう土を詰めてあげても、正直これだけでも全然大丈夫です。でもこうやってちょっと土をなじませてあげると、ちょっと土が下に下がるんで、ちょっと足りなかったらもう一回立ちてあげて、出来上がりで、ここまでやったらこれに水やりしていきます。これはもうちょっとね、あえてシンクでやります。月中、はい、シンク持ってきました。で、これに水やりするんですけど、最初の水やりはもうとにかくいっぱいやります。このままこれジャーってやってもいいんだけど、結構土がこう動いちゃうんで、じょうろがあった方がいいかなと思います。いきますよ。はい、見て、この汚い茶色いの、抜いたはずのみじんが、そう、まだこんだけあるってことだもんね。これができるだけなくなるまで。最近買った赤玉日本線がさ、みじんが多いのよ、永遠と出てくんの。輸送する間にちょっと質落ちちゃってんのかな、擦っちゃったんだよね。さっきより綺麗になってきたでしょ。でも出てくるね。出てくるね、まだ。とにかく最初はこの砂みたいなねのが出てこなくなるまで。ちょっとシンクでやるのに無機質の砂なら少し気が楽だよ。うん有機質のものだったらちょっと汚い、なんか虫が動いたら嫌だなってなっちゃうけど、そう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 、無機質ちょっと安心できるね。だいぶ綺麗になったっしょ。もう泥は出ないね。だいたい出なくなったんで、まあ、あとちょっとこう鉢洗ってあげて、葉っぱも僕ちょっと洗ったりします。この時にホコリとか、ホコリとかもあるし、まああんまりないけどね、場合によっては葉っぱの裏に虫ついちゃったりもするから、やっぱこれが一番殴るわ結論ね、ずっと流れてくれるほどね。でもね、これほんと土がこうやって、わかる？あ、寄っちゃうね、寄っちゃうから。月中、は
はい、植え替え作業終わりました、まあ、こんな感じで植え替えて水やりまで、できればねこれを自分でできるようになってもらえたら、ね、一番嬉しいですけど、でもうこのままあと管理すれば全然いいんで、まあ、今ちょっとね水あげたばっかだから結構水出ちゃうんですけど、まあ、僕なんかはだいたい今みたいに基本的にシンクで水やりします。まあ、寝る前とか、まあ、朝起きたらそれを定位置に戻すみたいな、まあ、何時間かすればこう水も落ちてこなくなるんで、あと戻しちゃっても大丈夫。管理としてはなんかよくじょうろでさちょろちょろって水あげるよりも、今みたいにザッと水しっかりあげて余分なこう中に入ってる不純物を流してあげる方が水やりはいいです。まあ、この土のいいところは水やり、まあ、見やすいんですよね。これ今水やり直後、土の色こんな感じじゃないですか。乾いてくるとこういう感じの、さっきの植えた時と同じような状態になるし、やや乾きぐらいだとこんぐらい。乾くとやっぱり黄色みがなくなるね。うん、あと赤玉土もねだいぶ色が変わるから、水やりのタイミングも割とこう分かりやすい。乾いてこういう風にね、あ乾いてきたなって目で見て分かるんで、そしたら水をあげるみたいな感じですね。でもまあちょっと今日はおしゃれさをちょっと足したいんで、こちらの化粧砂を、はい、これはもうこうお化粧です。まあ、これがあることによってさっき水やりするときにこう土が浮いてきちゃうっていう話したんですけど、これ重たいんですよこの石自体が。なのでもう土が浮いてくる心配もないんで水やりしやすい。でこれだったら水道でジャバーってかけても、ジャバーってかけても案外いけるかもね、この重さがあれば。より管理あんまり強いとダメだけどね、水圧が、うんうん、あと結構ね余分に蒸発するのもちょっと抑えてくれるから、意外と僕は化粧砂好きなんですよね。はい、こんな感じで。もうちょっとこれ上でもよかったかもね。でもこれ結構こう伸びてくるんで、上に、うん、ちょっと時間が経ったらねこの下葉とか枯れてくると思うんで、じゃあこう取っちゃってもいいかな。やっぱ上のこう葉っぱの方がこいつは綺麗に多分フグ入ってくると思うん で頻度としては、まあ、週1ぐらいでいいかなと思います。まあ、僕も実際週1ぐらいでフィカスは管理してるし、葉っぱに若干この植物って厚みがあるんですけど、この厚みが若干なくなったりってするんで、まあ、それをよく観察してあげるのがいいかな。でそのタイミングで水あげるとかがいいんですけど、まあ、目安としては週1ぐらいあげてても大丈夫かなと思います。逆にやりすぎて毎日ちょろちょろあげるとかは植物にとっては実際良くないんで、それが一番最初枯らしやすい原因かなと。まあ、しっかりあげてしっかり乾かすを繰り返すっていうのが植物を育てる上で重要なので、まあ、そこを意識してやってもらえればなと思います。であと日の当たり方ですね、まあ、もちろん植物なんである程度日の光が当たらないと徒長って言ってねこう間延びして変な形になっちゃうんですけど、ちょっとこうカーテン越しの少し日の入るところとかに置いてあげたりしてあげるだけでも日光浴できるんで、逆に外とかには出しちゃダメです。ほら早焼けしちゃうから、うん、早焼けとかも最初は分かんないと思うんですけど、もう色が変わります。これまさしく早焼け、透明みたいになっちゃうよね。なんならレース越しの光でもなっちゃってたからね。葉っぱがちっちゃいとか明らか変な状態になったらちょっと置き場所は考えた方がいいと思うんですけど、で今回の置きたい場所は、まあ、リビングに置きたいってことだったんで、日の入らないリビングはないでしょ、さすがに。まあ、だからそこはリビングだったらそんなに僕は心配してないです。まあ、こいつが大きくなってきたら、まあ、ちょっとその時はねまた別の管理方法にはなってくるんですけど、まあ、しばらく1年2年ぐらいはこのままで十分いけると思うんで、ぜひこれを置いてもらいたいなと思います。枯らさないでほしいね。枯らさないでほしいね。でもあとは本当水やりですから、水やりでみんな失敗する。いまだに僕もたまに枯らす時ありますけど、やっぱ水やりですね。風とかはいいの？風も必要だけど、まあそこまでサーキュレーターを必ず必要とかではないんで、あれだね、今後の夏場とかはエアコンのガンガン当たるところとかはやっぱ良くないんで、そこだけ注意って感じですね。月中なんか植え替えたら愛着湧いてきちゃったな。始まっちゃう。また出したくなくなっちゃう。出したくなくなっちゃうよな。これこういうのプレゼントするとやっぱりあれだよね、これってコミュニケーション取ったりするもんね。そうだね、電気してるとかね、うん、そうだね、そういうのもいいよね、また、うん、なるほどね。友達とやっぱそういうになっちゃうかもしれないこういうのがあればね、そうだよね、繋がりだからね。確かに、そういうのも、ね、最近どう植物はって
素敵よ、まあ、あとはね、こいつをちょっと頑張って育ててもらって、いずれまあこいつじゃないですけど自分の好きな鉢に植え替えとかもやってもらえたら、もうそれも植物の楽しさではあると思うんで、よりね愛着が湧くかなって、お世話すればするほどに、まあ、そんな感じで植物を楽しんでもらえたらなとは思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。いや、とてもいい企画だと思う植物の輪が広がるのはとてもいい企画だと思う。バンバン友達の家に置かせてもらおうよいやでもね、やっぱり結構いるよね。この間もね、お客さんでね言われたんだよね。最近新社会人になった子なんだけど、一人暮らしして、なんかそろそろこう部屋が完成してきたっていうか、こう置くものがある程度決まってきたから植物を置きたいと。で、俺が永遠と、いや植え替え買ったらでも植え替えした方がいいよって言ったら、もうだんだんそうだよね若い芽摘んでんじゃんまあでもそうやって悩んで植物買えないって方いると思うんですけど、ぜひちょっとねこの動画見てチャレンジしていただけたらなと思います。この動画がよければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファーム園芸バージョンもお楽しみに。ではまた。